な感じでいいんだよね。うん。よし。はい、いいでしょうか。皆さんこんにちは。こんにちは。今日はあいにくの雨なんですけど、はい、授業としたらごめんね。いや、いいですいいです。はい。あいにくの雨なんですけど、はい、まあ、あの船舶免許じゃなかった船の紹介してなかったねっていうことで、うん、今日はこの新しい船の紹介をする動画です。はい。はい、で、今見てもらってもわかると思うんですけど、はい、荒れ地になってます。はい。またね、帰ってきて、掃除中なので、もうちょっと、片付ければ綺麗になるんですけど、今日はこの状態で、動画を撮りたいと思います。はい。撮りたいと思います。はい、いいよ。はい。で、まあ、昨日釣りに行って、うん、もう船外機も、蓋が開けたままなんですけど、まあ、そうですね、今日は、まあ、ちょっと順番があべこべになったけど、船の紹介ということで、うん、まずはじゃあ船から紹介しようと思います。はい、それではですね、早速、ちょっと待ってて、紹介しようと思うんですけど、こちらの船がですね、両備のボートエース GEB-23 っていう船になります。はい、型番がね、うん。で、船外機モデルで、船外機をつけるモデルは、後ろにね、木が貼り付けてあるんですけど、ちょっと作りが違います。で、手漕ぎモデルは、多分あれついてないんだよね。じゃあ、長さが、2m30。で、こっちの幅が1m13cmあります、うん。で、高さは乗ってないんですけど、高さはおおよそ、まあ、39cmあります。はい。まあ、ビーコさんと、僕が乗っても、全然、浮かんでます。まあ、一応2人まで行けるので。うん。あ、んで、これの一番でかいメリットが、重さ。うん。20キロです。うん。めちゃめちゃ軽い。まあそんな軽いっていうほどじゃないんだけど、ちょっと持ってて。これで、反対にこうしようか。ちょっとこう持ち上げますけど、こうやって、ちょっと持ち上げにくいけど、まあ持てます。だから車から下ろして。一人で下ろすときってどうやって持っていってんの？浜まで。まあいろいろだよね。こうやって持っていったり。ここと下を持っていったり。こう、こう上げて。そうそうそう。うん、そんな感じ、うん、カヤックと比べたら。カヤックと比べても、軽いんじゃない？こっちの方がちょっと。カヤックは、あ、でもカヤックよりこっちが持ちにくいから、ちょっと重たく感じるけど、カヤックは若干重たくても持ちやすいから、意外に。なんか、スイってこう上げれたんだよね。幅がないしね。うん。うん、で、これに関しては、軽トラにこう立てかけてから、下からスイッチあげるから、うん、まあ、重さ的なストレスは結構少ないです。うん、あと、まあ、ドーリーがついてないので、ドーリーをしてから海辺まで持っていくのは、ちょっと往復、何往復もしないといけないので、ね、うん。まあ、二人だったら楽だけどね、一、うん、人でってなると大変で。はい。で、あとはこの裏なんですけど、これは僕がつけました。一応、後ろがだんだん削られてくるということで、ここにアルミのプレートをですね、まあ、いろんな形で貼り付けて、ちょっと汚いんですけど、で、後ろはまな板を加工して、付けました。だから、擦れてはないよね。うん、擦れてない。まあ、中古だから傷はいっぱいあるんですけど、まあ、ここが擦れて、一応、まあ、船体自体に傷は入ってないという感じです。で、一応このアルミプレートは、一番最初に黒いコーキングでやったらかっこいいかなと思って、コーキングで行ったんだけど、うん、全然くっつかなくて、結局、ネダボンドっていうので付けました。床美人っていうのがあるんだけど、それで付けたら、カチカチ綺麗に付きました。まあ、最初からそれで行けばよかったかなと思ったりして。ちょっと汚くなったね。うん、ね。もう本当にこの、これリフォームなんかで使うね、建材のところの多分ホームセンターとかのコーナーにあると思うんだけど、のアルミのやつで、への字って言われるやつ。床材が置いてるところとか、そういうところに行けばあるのかな。一応への字と言われるタイプのやつですね。見切り材の2メーターもんです。はい。そうですね。
ボンドは紫色だったよね。だったね。はい。じゃあ2人乗ってみます。いつもの配置なんだけど、もう こんな感じだね。でもここに偽装してるから、ね。あ、そうだね。まあ位置的にはでもこんな、このぐらい、このぐらいかな。このぐらいかな。このぐらいかも。うん。だからまあめちゃめちゃ狭いけど、うん、あの工夫していただいては釣りはできるよね。あ、全然釣りはできる。ね、そんなストレスもないし。うん、まあ船外機のあれをあのロープ引っ張るときちょっと顔をこうやりそうだけど、うん、まあそこだけ気をつけて。うん、うん、こんな感じです。はい。はい。じゃあそれじゃあとりあえずこの船を購入して、うん、まあ、ちょこっとだけ偽装してるんだけど、うん、まあ、前回の動画でも出てるんですけど、その偽装してるやつとあのサイドフロートも購入したんですよ、うん、純正のサイドフロート結構高かったんですけど、うん、だけどあの後ろの方にも僕が乗ってるっていうのと船外機もついてて、うん、結構重量的には後ろにね、うん、重心が傾いてるのかなっていうことでサイドフロートいるよねって言って、うん、まあ、購入してめちゃくちゃ安定してるよね、うん、サイドフロートがあることによってあの波が少ない時なんかは、うん、まあ、立てるよね、うんうん、まあ、気をつけながらは立てるこっちゃ立てます。まあね、安全第一っていうところで、うん、そうそうそう、なるべく危険がないようにっていうところでもちょっと高かったんですけどね、ちょっとじゃあつけてみよう、はい、いつも通りな感じで。はい、こちらがサイドフロートになります。まあ形はこんな感じで、まあ僕のこの船は後ろの方にしかこのサイドフロートつけれないんですけど、これの一個大きいやつ、あの25というサイズがあるんですけど、2500の長さのやつ、それはここの真ん中付近にもつけることができます。うん、なんか前か後ろか選べるんですよね。前か後ろ、手が逆だったけど。なんか意外に汎用性が高いというか。で、これの裏はですね、こういう風になってます。こいつはあの僕がつけたんですけど、なんかちょっと今おかしなことになってるんですけど、なんかほらはめ込むような作りっていうかさ、うん、なんかいろいろ工夫できるんじゃないかなっていう感じ。これは買ってから気づきましたね、こんな溝があるんだっていうのを。え、コロコロをつけてるってこと？わかんな、なんかなんか改造できそうなのよ。ここになんかパチンパチンってね、うん、なんか棒みたいなのをさ、うん、そうだね、入れてなんかできる。おそらく。で、これには、専用の金具が付属してます。うん。で、それを使って取り付けていきます。お値段。お値段。お値段はね、まあ、49,500円だね。うん、49,500円に送料。うん、だったよね。だから52,000円ぐらいだった。だったかも。結構大きかったもんね、うん、箱が。で、ちなみにね、この純正のサイドフロートなんですけど、サイズが 36×26×120 です、うん、だからこっちが26の、高さが36の長さが、まあ、1m20cm で片方の重さが 4.5kg で片方の浮力が片方だけで 50kg あります。だから50-50で100あります。だからだいぶ浮力は上がりますよね、うん。前につけるやつがこいつです。ここにクーラーボックスが来ます。で、後ろはこんな感じです。で、これで、一応この、ここにはまるように全部、作ってあります。はい。はまりました。うん。はい、はい。で、これが横に取り付けるものです。で、これが裏です。うん、で、ここは、なんけ、オールを刺すところをこういう風に作って、うんうん、こいつで、注入剤なんですけど、補強してあります。で、今のとこ使ってて大丈夫だよね。うん、なんか、バキって割れたりとかそういうのも全然ないし、まあ、普通に焦げます。で、これをなんでこんなことしたかっていうと、これを、ここに、こういう風にはまるように作ってあるんですけど、ほら、ここの穴がね、見えなくなっちゃって、ここにオールを刺すんですけど、うん、だから二人乗る、
ポジションを考慮して、ちょっと前に出してます。うん。じゃあ、こんな感じですね。で、こちらも同じく、このようにつけます。そして、前の方はこいつで。ここにほら、穴があるんですけど、穴を使って止めていきます。で、このサイドフロート用の金具は、長いのと短いのがありまして、こう、ほら、長さ違うよ。うん、で、長い方が前。で、僕は分かりやすいようにテープを巻いてるんですけど、で、穴が、後ろはここに。で、前はね、ここに、取っ手のとこに、金具をつけます。うん、では、順番につけますね。で、金具はこういう風になってまして、うん、で、ここはただの、アイボルト。長いアイボルトがついてます。うん、んで、こういう風にですね、ここが船の下。で、こっちが上面。この、でっかいザガネが、船の天板に来ます。これね。うん、はい。じゃあつけます。はい。これがここ。で、一旦、結構緩い状態で、サイドフロートをつけます。こんな感じで。で、下は、足のつま先で、ちょっとこう持ち上げてあげて、ここがパチンと、こうなります。ここまだちょっと緩めで一番前を止めます。で、この長いアイボルトはホームセンターで多分売ってると思います。うん、ステンレスのアイボルト。うん、で、裏からナットで締め込みます。はい、締めました。はい、で、まあ、ここを締め込んだんですけど、ね、この前のこの板がフリーなんですよ。で、ここにクーラーボックスを乗せると前に重みがかかって、そのうちこうなんかパカンって落ちそうだなと思って、一応保険でここにね、こういう風にカチャって止めるようにしてます。これで多分落ちないでしょうということで。じゃあ。はい。で、前を止めたら、ここを、つま先でちょっとこう揺らしてあげて、ガタつきを取りながら、締めます。すると、めちゃくちゃ安定します。うん、ね。これで結構大きな波が来ても、どうもないよね。うん、どうもない。反対側も一緒だね。うん。で、ここの出っ張ったところ、これは竿を立てるよ、置くよ。うん、竿を受けだね。竿を受けだそうです。私はこれまだ使ったことないんですけど。いや、あるんですよ、実は。え、違うよ、あれでしょ、2馬力ボートじゃなかった、2分割ボートの時でしょ使ったの。あ、これでは使ったことない、ね、これでは使ってないよ、まだ。うん、これはここにね、まあ、いいか、閉めなくて、うん、まあ、こういう風にきます。はい、これはこれでいいよね。うん。で、この、取り付け自体は、取り付けっていうか準備自体は慣れると、まあ30分かかんないぐらいでできる、ね。いや、昨日15分だったよ。二人ででしょ、うん、あ、一人でだったらね。一人でだったら、そう、20分から30分前だ。
どんだけ早く釣りに行きたいかで時間が若干変わります。ちょっと釜に入った。きついんだよね。で、これも、ガタを取りながら締めます。はい。クーラーボックスはここに置きます。もう、乗せるだけ。今日クーラーボックスの寸法で、ここにストッパーみたいなのをつけてるので、まあ、落ちるってことは多分ないね。今まではないよね、今のところはガタってずれたようなこともありません。ないね。まあ、めちゃくちゃ大きな波切って来たことも何度かあるけど、そういう素振りも見せないね、めちゃくちゃ安定はしてるね、で、こう開けたとしても後ろにこうひっくり返ったりとかっていうのもありません。はい。で、このクーラーボックスを開けても、よっぽど勢いよく開けないとひっくり返らないのかな。でもこれってなんか あれだよね、止めるんだよね。止めないよ。いつも止めてないよ。止めてないの？いつも止めてない。このままだよ。そうだ。で、実際は、この下のコンパネが若干こう斜めになってるわけよ。で、こっちが上がってるんだよね。で、氷とかも入れてるし、なんか、止めてなかったっけ？止めてないよ。2分割の時は固定してたけど、不安定だったから。で、これはもうストッパーが全部ついてるから、止めてな。初めて知った。なんか、蓋をこう上げても、だって蓋をさこんな勢いで開けることってないじゃん、私がさここに座って、私がまあここに入れる係なんだけど、こうやっていつも座ってる状態でこうしてこうやって入れてるから、そうなんだね。これは固定はしてない、いつも乗せてるだけで、お次はオールですね。で、このオールはこれ塩ビ何杯だったかな、ちょっと忘れたんですけど、めっちゃスポッて入るんですよ、綺麗に。で、あっち側もこう綺麗に入って、このロック自体はちょっとガタつきはあるんですけど、普通に焦げます。で、いろんな焦ぎ方してみたんですけど、抜けるようなことはなかったですね。ね。で、これは、何だったっけ、忘れました。完全にど忘れした。なんかあったらこう、写真でも差し込んだ方がこんなやつって。はい。で、ここは、釣った魚を置く場所になるんですけど、こういう、なんか餅をついたやつを入れるトレイ。に、後ろにこういう風に気をつけて、あとこのペリペリマジックテープをつけました。こっちも自分でつけたんですけど、まあ、大体まあこれに合わせて、こういう風にまあ簡単に置くだけで、まあ、落ちはしません。ね。これで全然もう魚釣ったやつの置いても安定してるので、取れることはないね。取れることはありません。で、下の木はもうここにダイレクトでビスで揉んでます。上から。ステンのビスでね。で、今のところ問題ありません。はい。で、お次はですね、この道具箱なんですけど、これも、だいたいこんな感じで配置して、裏の方はね、見えるかな？こういう風に気をつけて、高さ調整してます、で、ここに乗っけて、ここもマジックテープをつけてたんだけど、この間、強引にこの箱を取ったら、取れちゃって。で、どうやって固定しているかというと、このターンバックルを使って固定します。で、これは、ここと、前と、ここと同じ位置の反対側。3箇所。で、実際に固定してみると、こういう風に。これね、結構良かったんですよね。まあ、若干取り付けめんどくさいんですけど。で、まあ、
こんな感じかな。うん。はい。で、一応、今3点固定したんですけど、こんな感じです。まあ、波が来ても落ちるようなこともなく、うん、一応イメージとしては、ここをメインに、重心を考えてて、で、こっちの木の方に斜めに突っ張ってるんですけど、もしなんか落ちるようなことがあったら、こっちの方にこう来るように、イメージして、突っ張ってます。外に行っちゃうともう全部ね、沈んでいっちゃうから、うん、はい。はい、これが上から見た感じなんですけど、意外にこれ自分でも気に入ってて、ここがフラグですね。を立てるようで、まあ、いい感じで、ね、パタパタって揺れてくれてます。パタパタって。うん、で、ここはロッドホルダーが3本。うん、で、実際今のところ3本じゃもう全然足りてないです。うん、足りてないね。ね。だけどまあ、いい感じだよね。うん、ここはね。収納としては良かったかなと思います。で、これを取ると、中にね、いろいろ、ちょっと多分散らかってるんですけど、まあ、ここも、まあ、一応防水仕様でこのバッカンに入れてます。でこれがインシュロックとかビニールとか予備のガソリン、スプレー、油を刺すスプレーで、これが防水の箱に入ったこういう工業の箱になります。いや工具が中に入っています。もう日本語めちゃくちゃだけど。うん。いつものこと。はい。はい。で、これが、この間自作したアンカーになります。ね。それ自作したの？曲げたの？うん、自分で。自分で作ったよ。あ、そうなんだ。うん。家にあった余りもんで。で、これを、ここにつけて、このロープを、ここに、インシュロックで止めるの。うん、ここに。うん、で、通常は、引っ張り上げるとここから行くんだけど、もしこれが、引っ張り上げれないぐらいしっかり、ガチって固まった時は、思いっきり引っ張れば、ここのインシュロックがバチンって取れて、ここの方を引っ張ってこう上がるっていう仕組み。で、皆さんされてるので、で、本当はこんなでっかいのじゃなくて、もうちょっとちっちゃくていいのがあるんですよ。うん、ちっちゃくて重たいのが。うん、なかなか、輪切りが降りなくて。うん、一応まあ、作ってみました。それはしょうがないですね。はい。はい、ここにですね、魚探がつきます。こういうふうに。うん。前の方ですね。前の方ですね。で、このレールやっぱり結構汎用性が高いから好きなんですけど、うん、まあ長いの使えばまだいろいろつけれるし、ロッドホルダーとか。うん、で、上に、こいつをつけて、ここに魚探をパチッとつけて、ここで魚探を確認しながら釣りができるっていう感じですね。うん、で、後ろのここは GoPro 用のマウントになります。で、この GoPro なんですけど、これ意外に良くて、うん、外国の方が使ってるのをちょっと見つけて、で、ここにこういう風にセットするんですけど、実はこの、一脚なのかな？自撮り棒なのか、うん、ちょっと微妙な感じのやつなんですけど、ここのね、後ろにね、ほら、こうやって、これ単体で売ってるのよ。うん、で、後ろがこういう風にネジ式になってて、うん、めっちゃ錆びてるけど。めっちゃ錆びてるね。ね。すごいね。うん、やっぱ使用かな。だからもう、ネジ式になってて、で、こいつを取って、ここにはめると、綺麗にこのラムマウントが使えるんですよね。ラムマウントって言うんだったっけ？ほら。うん、ギュッと、いつものような感じで、うん。で、前もこういう風に延長できるし、うん、まあ、好きなような、この画角で撮ることができます。はい。いつもこれで撮影してます。うん。こんな感じですね。はい。はい。で、お次はですね、実際出航した瞬間はオールを使うんだけど、その後はもう使えませんので、ここにね、直します。今のところ。ちょっとしっかりした、固定をね、ちょっとしないといけないんでしょうけど、こっちの方はもう全然使わないので、こんな感じで止めます。ね。うん。で、これで、まあ全然問題ありません。はい。
はい。で、お次は椅子を。この折りたたみ椅子は B 子作業です。で、こういうふうにね、うん、でっかいお尻が収まります。ありがとうございます。で、ここにタックルケース兼。あ、これちゃんと閉まってなかった。あぶね。椅子ですね。うん。で、じゃあちょっと座ってみますか。はい、え、あれは座布団。あ、座布団、濡れてるよ。濡れてる？うん。うん。これもまあ紹介するね。一応低反発の座布団を引いて、座布団。あ、濡れてないわ。この低反発の座布団を使ってます。カバーあったんですけど、うん、昨日雨だったので、今、外した状態です。で、あの、めちゃくちゃ厚みがあるんですよね。うん、これいいよね。お尻痛くなんないもんね。で、これで、釣り、これに餌を入れて、うん、こういう風に、ちょっと濡れちゃった。頭が切れてるけど。うん。こういう風にして、釣りをしてます。そう。で、餌は、まあ、こんな風にやったり、まあ、いろいろだね、うん。こうやったりとか。ここら辺のレイアウトまだ本当にちょっと固まってなくて。え、でも今は使いやすくな。そうね。まあ、でもこれを最近ちょっとあっちやったりこっちやったりすることが多いね。なんだよ。なんか、もうちょっといじりたいなっていうのはあるよね。うん。なんかここもこんだけ広さがあるから、うん、そこまでは不自由しないよね。うん。これで、まあ、あの、楽しくやってます。はい。二人で。見切れてるけど。うん、こうやって。はい。で、こちらがですね、あの、新品で購入した、ホンダの2馬力エンジンになります。うん、で、あの、スズキのエンジンがすごくいいよって、あの、ヒゲさんから教えてもらって、めちゃくちゃ最後の最後まで迷ったんですけど、うん、この前が、あの、ヤマハの、ま、中古の船外機だったんですよ。で、それも結構こうパワフルで良かったんですよね。うん、まあ、最初は調子悪くてメンテナンスに出して、まあ、その後調子良くなってね、いい時使ってたんだけど、うん、やっぱり、中のインペラの交換とか、ちょっとこう自分じゃやりきらないなっていうのがあったりして、うん、ちょっと怖くてね。うん、だから、やっぱり、新品を最初買って、ちょっとずつこう慣れながらメンテナンスしていったらどうかなということで、クレー式を買ってみました。はい。ね。あの、音は結構うるさいです。音結構うるさいんだけど、まあ、基本的にはね、ビコさんと乗ることが今のところ多くて、うん、ボート自体もそんな頑丈じゃないから、うん、フルスロットルで回すっていうことはないです。うんうんうん、なんか速さで言うと、カヤックを結構早めに超えた速度と変わんないぐらい。うん、5ノットから6ノットぐらいっていう感じなのかな。ノットっていうのかな。5キロか6キロかわかんないけど、まあ、カヤックを一生懸命超えて、ダスフィードと同じぐらいの速度でしか走ってません。うん、はい。割とゆっくりだよね。うん。まああとはそのなんだっけ、水冷の船外機はクラッチ式でクラッチを入れないと進まなかったりするんですけど、これはもうスクーターと一緒でゆっくり回せばゆっくり進んでくれるし、だから結構ね感覚的に操作をすることができるから、うん、まあ。前の手でヤマハよりは簡単。あ、使いやすい。うん、使いやすい。うん、全然。じゃ素人向けって感じかな。そうだね、うん。うん。入門の人は本当にホンダの2馬力のね、船外機を勧めます。で、帰ってきたら、塩抜きみたいなのは本当はいらないらしいんですけど、うん、一応してます、うんうん。一応水つけてプロペラ回して、その塩気を抜いてあげて、で、表面的な水洗い、みたいなのはしてて、うんで、あとは、その、各ネジとか、金属部分、サビが基礎のところなんかは、556じゃなくて、666くれのあるんですけど、うん、今はそれ、うん。それがあるんですけど、これをシュッシュして、つけてます。で、これはまあ、簡易的な防生剤。うん、で、あとはね、グリス関係のところは、まあ、本当に、3回に1回ぐらいはグリスを入れたりして、まあ、メンテナンスはしてますね。で、この間、暖気運転が終わって、この間、この船外機の暖気運転終わって、そろそろですね、オイル交換とギアオイルの交換をしないといけないんですよ。うん、
だからまあ時間あるときにしようかなって感じですね。うん、なんかね、取説にもそれそういう風に書いてあって、うん、どこだったっけ、どっかで見たんだよね。だから最初はね、本当に10時間か十何時間ぐらい乗ったら1回もオイル交換をしてくださいって。うん。なんかそのうちしようかなと思います。はい。はい。はい、じゃあかなりちょっと周りがゴタゴタ汚くなってるんですけど、もうはい、私のせいです。そうなんです、散らかすのはいつも私の仕事なので今から掃除をしてもらいたいと思います。はい、はいはい、ということでですね、一応あの簡単にいいでしたけど、うん、船の紹介をしました。はい、ね、この両 B のボートね、あの意外に金港湾付近でよく見かけるボートで、うん、年配の人が多いよね。うん、多いね。ほとんど年配の方かな。うん、夫婦の方もいらっしゃるし、うん、ね。だからまあ海の上で似たような船に乗って、まあ和気あいあいとね、はい、やってます。はい、釣るやーって言われてね。あっちゃんも全然釣れんかったぞーみたいな。あ、本当ですかーって。うん、全部ね。こういうたわいもない話をしたりしながら釣りをするのがすごくいいよね。はい、楽しい。はい。楽しい、めっちゃ楽しい。うん。ということで、はい、はい、まあ簡単な説明でした。はい、まあ、参考になればですね。で、あとその分かんないとことか、うん、ちょっとここを教えてほしいとかっていうのがありましたら、はい、ね、またコメントでも入れてもらえればいいかな。うん、はい、自分たちが分かる範囲でね、はい、はい、お答えしたいと思います。はい、はい、それでは今日の動画は以上となります。はい、よかったらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。バイバーイ。But you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped and nothing